それでは今日はこの IKEA のおままごとキッチンをですね、から本当に水が出るようになるために、ちょっと作業工事をやってみたいと思います。でこちら、見えますでしょうかね。これまあおもちゃのポンプでただついていて、これは取り外しができるこうボールになってるんですけども、まあ穴は開いてない状態で、この中空洞になってるんですよね。これを本当に水が使えるシンクにちょっとするために、私が用意したものをまずご紹介します。まず一つ目はじゃじゃん、100円ショップで買いました。何かというと、これはこう流し台によくはめてある網ですね。小さい網、これをまあここね、勝手にこう穴を開けて、これがぴったりフィットすると、そうすると本当に穴が開いたところからお水が流れるし、流したゴミ、こう食ラーメンのカスとかそういうのもこれに溜まるので、まずこれを買いました。はい、そしてその次はじゃじゃーん、これ昨日台湾から届きました。何かというと、充電式のポンプ、水道のポンプなんですね。でこれで開けたらすごい小さいんです。私のこのまあ手のひらサイズぐらいですよね、ぐーっと。で実はこれUSB 充電になっていて、昨日の夜充電しておきました。でここがスイッチなんですよね。でこれが蛇口になります。蛇口をこうか、こうですね、こんな形でギュッと差し込みましたね。ここからお水が出てくるようになるわけですよね。まあ、ゴムみたいなチューブが入っておりまして、これをこの底に見えるかな、まあこんなねつけるところがあるので、これをチューブをギュギュッと入れて、まあ、装着しますと。でこれがですね、じゃあどこの先に行くのっていうと、実はペットボトルに入ってるお水にこのチューブの先がカチャンと入れば、ここからお水が吸い上げられる方式になっております。それを受けるためにですね、こんなちょっとじょうろを買ってきまして、ここのね下につけて排水をやりたいと思います。あ、北澤さんこんにちは、どうぞ。本当に水が出るかちょっと試しに外でやってみます。スイッチオン。わ、出る出る、結構いい勢いじゃないですか、ね、これ、ね、え、これ1000円ちょっとだったよ。壊れないかな。まあ、壊れるまで使えば。いやいや、それいいか。板を開けて、開けたら板に置いといて、そこにスコンって入れる。そうそう。お、いい、それもいいな。四角じゃなくて、四角を切っちゃって、なんかこういう形にして、丸ビスかなんかで止めたらもうちょっと可愛らしくなる。あ、そっかそっかそっか。抜きの余ってるやつここにあるから、なんかいい材料あるから、それでやってみます。いい材料がやったやった、高ちゃんもやった。高ちゃんいいでしょう、顔出しダメ。高ちゃんなんでコンプリートの顔出し NG らしいです。ダメなの。そう、今外します。はい、ネジを外します。外したらこうなってたと。結構ちょうどいい、ね、穴でホースが通りそう。ちょうど行く？通る。いいですね。ってことは置くとこんな感じ。遠くない？今度出が出るとこ。それで少しこう別に上がってる分には動くじゃないですか。あの空間があるから。大丈夫か。うん、あ、いいか。あ、そうそう。でちょっとこう斜めってる分には別に。どうすか、高田さん。あ、いいじゃん。あ、いい、いい。だからもう一枚あればいいのか。もう一枚ですか。うん、これがこう来るじゃん。ぶつかんないようにするの。この角がここに合わせて、そうだ、この位置に来てほしいんですよ。贅沢な悩み。21、ここは21。だからこの綱が20で一緒か。そう、うまく何でもいいんだけど、全部じゃあ20ぐらい、20にしちゃおうか。全部20しちゃおうか、ね、20にしてですね、うん、出ない、ギリギリギリいける、ありがとうございます。やった
すごい。これで開けたんだ。あれ？あれ？なんていう機械ですかこれ？わかんないです。わかんない？え、そんなことないでしょ。なんて言うんだろう。なんていう機械ですかこれ？北沢さん。あれ、なんていう機械ですか、あの料理のこれ。あ、なんて言ったっけ。そうなんですよ。え、わかんないの？みんな本当にわかんないの？なんだっけって。俺なんかもう、ああいうのってさ、ドリルにつけて、コンパスみたいなやつで、こうやってくるくる回って穴開けてやつでも通じちゃうの。そうだよね。コンパスつけてぐるぐる回すやつ。現場の人ってそういう感じ。これね、コンパスつけてぐるぐる。あれ持ってきて、あれ持ってきて。これ。この板は、この板自体が数倍材？数倍8。ああ、金沢さんいた。これって普段どこに使われてるこれ木材なんですか？これは。これは。屋根。屋根に使われてる 2x4。出来上がり。はまるかどうかはめてこうかないか。そうですね。ちょっと見てくる。これ、ぴったりです。こんな感じ。今どうなってるかっていうと、2つ板重ねてホースが出てて、こうなってで、この下からホースが出てると穴がボケる。すごい、ぴったりだし、がっちりだし。で、万が一これが壊れたら交換するんですね。別にね。そう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 。ありがとうございました。できた。すごい。ちょっと後で水出してみよう。それではこちらのね、今大工さんが作ってくれた水道のポンプを入れる、まあ、この木をですね、ちょっとミニサンダーで磨いてみたいと思います。それですごい滑らかになったので、あとはワックスを塗りたいと思います。穴開ける。ああ、ありがとうございました。ありがとうございました。綺麗に穴開いた。絶対ぴったりだよこれ。ぴったりはまる。ありがとうございました。ぴったり。なんでこんなずれる？頑張れ。ネジに重いよね。重い重い。オッケー。ええ。たったこれだけなの。おお、ごが、おお、がっちり。お、がっちり。あんま通んなかったのかな。はい、オッケー。ででーん。お、がっちり。お、いいじゃん。まあ、回転できるもんね。うんうんうん。いいじゃないですか。いいじゃないですか。これ外してさ、はい、ホース長いでしょ。長い。こうやって持ってきて、外でこうシャワー浴びて。外でシャワー。2リットルのシャワー浴びてますよ。足洗うにはいいよね。お水出してみましょうか。じゃあ砂浜で遊んだ後に足洗いとかできるし、このねペットボトルに穴を狙って出せばいいのかな。難しいかな。まあでも要はこういうことですね。そう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 。まあ、これね、押しましょうか。はい、お願いします。このボタン押します。はい。おー、結構いい勢いで出る。いい。すげえ。イケアのおもちゃキッチンが本当の、おもちゃキッチンが本当のキッチン。まあ、深さこんぐらいですかね。そうですね。例えばお水飲みたかったら、うん、こうやって。そう。倒す人がいない。これでこう。はい。いきますよ。はい。いいね。いいね。いいじゃないですか。すごいね、本当に。すごいね。できちゃったよ。できちゃった。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。
今ですね、この浄水器からホースが下に降りてて、うん、ペットボトルにですね、上部を逆につけて、これでちゃんと出るかな、うん、ちょっと出してみて、うん、出る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 、大丈夫、いい、うん、いい、そうすればここが固定される。でね、今流しの方も今固めてます。樹脂で今強力ボンドでくっつけて今固めてるところなんですけど、動かさないんですよ、ね、こういう感じになってるんですね、そこ。そで、そこにこれが水穴が入って、ここにこのペットボトルちょっと切った頭切ったやつに水が入ると、うん、でこれは毎回捨てると。完璧ですね、すごーい。すごい、頭いい、頭いいとか勝手に言っちゃう。